ちらもなんか見てみたいんで、オーバーホールを。これまだ一回も使ってない。使ってないですか。はい、そうしたらやらんほうがいいですよ。別に何も問題ないでしょ。まあ中見てみたいというのが一番の興味です。じゃあ開けてみるだけ見ましょうか。で、誰かのブログで新品でも組み方間違ってる場合があるから。あの下手なやつが組み方やるんですけど、あれは仕方ないです。避けられないですね。あ、で、だから新品でも一回ここに持ってきて見てもらった方がええでっていうブログを読んだんですよ。やる時もあるんですけどね。あ、どうやろな。でもね、六角ですよ。細い六角なんで、あのホームセンター売ってます。ステラはそんなに専用工具ないです。あ、そうなんですか。 BBX とかあの辺はまあ専用工具、ちょっとこういう特殊なやついるんですけど、ないです。こんなどれ取っても全部ホームセンターで手に入ります。へえ。ここはな、自分でバラしたら元に洋本さんが。ステラはやめた方がいいですね。はい、ちょい自分でやる人いるんですけど、元通り組んでるのにおかしいって言われるんですけど、もうそれあの元通り組んでるだけなんですよ。あのセッティングとか調整何もできてないんです。ただ単に組んだだけなんですよ。それ組んだだけだと調整ができない。だからそういうのちょっと勘違いするんでしょうね。元通り組んだらいけるって。ステラそんなにいるじゃないです。へえ。ステラ全部ちゃんと細かく、俺は 0.01 で調整してるんで、これをリール全部、もちろん見えへんので手の感覚なんですよ。 0.01 なんか見えるわけないんでね。ほう。まあ、手の感覚で調整するんですけど、その調整をできるかできんかの話です。多分台数こなさんとできないです、そんないきなりは。元通り組んでもダメなんですよ、だからステラって。そうなんですね。組んだけどなんかってよう言われますからね。まあそうでしょうね、多分って言うんです。だからじゃあ逆に言えば、新品の時より今オーバーホールしてもらった方がよなる場合も、場合もありますっていうことですよね。まああんまりいい状態じゃないやつですけどね。だから組むのが下手なやつって人っているんで、どうしてもね、人間がやってるんで全部一緒じゃないんですよ、ステラとかにしても。やっぱり下手くそなやつっていて、それに当たったらもう残念ながらってなるんですよ。買っていきなり4するとかレビューたまにあるんでね。あるでしょ。あれはだから下手な人組んでるんですよ。はあ。全員が全員上手って限らないです。うわ、そんなとこもねえじゃん。部品の数が全然違う。この時点でさっきのナスキーぐらいあんじゃいますね。まだ、いや、こっからです。まだ中にギアがまだ5つあるんです、ギアが。ほう。ナスキーはギア3つですからね。ステラは何個あるんですか。ここです。うわ、すげえ。すげえ、ギアが真鍮みたいなの出てきた。アルミです。はあ。で、こうやってウォーム、これがウォームギアですね。ああ、それか。もうバラしますよ。はい。それがウォーム何やったっけな。ウォームギアですね。それがついてるついてへんで全然違うってメーカーが言ってました。そうです。だからナスキーはウォームギアじゃないんですよ。はい、それついてへんから均等に巻き取りもできへんしとか言われました。というか、それで均等に巻き取るように資料って話なんですけどね。ダイオウでもあのギアですよ。で、均等に巻き取ってますよ。シマはもうウォームギアがやっぱ一番いいと思ってるんで、だからそれで言ってるんですけど、ダイオウはさっきのナスキーのギアが一番上のイグジストとかソルティカでも全部あのギアですよ。へえ。まあだからそこまで極めちゃったらそうなるんですよ、精度とか。はい、シマはもう全然あの方式を下に見てるんで、だからあの精度とかもそんな求めてないですもん。とりあえず作ったらいいぐらいの感じしかないんですよ。
別にあれが悪いことないと思います。あれは昔からあるやり方なんで、うん、もう何十年って前からあるんです。あれもう50年前にはあのギアの方式のスピニングリールあったんで、はい、どんどんバラバラやとこうすげえ。怖いのはね、最初にねちゃんといいパーツを使ってるかどうかですね。例えばベアリングとかがちゃんと点検してから、はい、組んだらいいんですけど、それをやってないことあるんですよ。でベアリングって結構10個に1個ぐらいちょっとおかしいやつがあるんで。へー、新品でも。新品でももうあれは仕方ないです。工業製品なんで。それに当たってしまった最悪ってことですね。そうですね。うわいっぱい分ないってな。だから当たらんように当たらんようにしたいんですけど、まあそれでも当たりますよね、そういうのには。これではどんな感じで当たってない感じですか。まだ分かんないです。今話してるところなんで、これからです。それを確かめるの。あんまりいろんなもん入ってんな。すげえな。これでバラバラ。これ全バラっすね。すげえ。すげえすげえ。で、こっからです。まだ。今でようやく。あ、まだもう一個ベアリングあるわ。今でようやく2割ぐらい済んだんです。まだ2割ですか。2割です。これから8割で終わってます。まだ折り返し地点すら行ってないです。すげえな。これでようやく全部バラバラですね。これか。そうですね。これでバラバラですね。ほう。ここから。すげえ。ここからこれを見ていくところですね。今からパーツの点、これからパーツの点検です。まあ中はね汚れてないんでね、別に使ってないからただこっからこのパーツ跳ねていきますよ。だから悪かったらもう。あ、はい。そう、いい悪いってどうやって分かるんですか。それを点検するんですよ、いいか悪いか。へえ。悪かったら全部跳ねます。もうステラは妥協しちゃダメなんで、ちょっとでもおかしいと思ったらもう全部跳ねます。へえ、なんでこれ跳ねんのってよう言われるんですけど、跳ねます。うちは。ほう、新品でもやっぱあるんですね。あります。もう全部あかんと思ったらもう即パン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 と跳ねて、あ、ここまで。それだけステラってすごいんやな。安くないですもん。だからちゃんとやらんとあかんのですけど、ちゃんとできてないステラが大体3割ぐらい存在するんですよ。新品の状態で。はあ。S アボリはまだマシかな。普通のサイズ5000番以下はちょいおっかしいやつがあるんでね、それに当たらんことを祈るしかない。もう祈るしかないですね、当たるかどうか。運なんで。もうよ、ネットでいろいろ書いてるのを見たら、初期不良ちゃうかとか。初期不良なんかあると思った方がいいです、うん、いいな、あんまりそこまで言わんだけのことで。まあこんなもんやろうって使う人多いからです、うん、まあかといって暗いもんがなかったら分からんのでね。ああこんなもん、なんかでも触って捨てたってこんなもんなんやっていう思ってしまったら悲しいことですよね、うん、せっかく捨てらやのに、なんか思ったより良くねえなぁとかやっぱあるんですよ。それはね、高いタイマイはたいて買って、よう聞いたんがハンドル回した時にシュッシュッシュッっていう異音がするっていうの回転の方が多かったですね。僕、まあこれは全然せえへんかったですけど。
少ねメカノイズ的なもんはあるっちゃあるんですけど、どうなってや、こんなところにもベアリングが、うお、すげえ、そんなのなってるね。だから中のベアリングはこんだけです。これを。さあ、これでようやく仮洗浄が終わりです。まだ洗浄の段階に行ってないんで、ね、これがなんか一発仕上げで200トン圧力で作ってるって書いてましたね。あ、まあそうですね、あの冷感担当でしょ。これはもう昔から島の得意なやり方です。今は200、昔50トンでやってたらしいんでね。へえ。やっぱ進化したんでしょうね。買うやつはなかったですか。いや、まだです。まだ今洗ってるところですよ。点検すら、点検すらまだいけてない。あ、そうなんですか。まだこれからです。さっきピンセットに刺して回してたんで、あれでチェックしたんかなと思ってました。いや、まだこれからです。チェックこれからです。まだ今部品ようやく洗い終わったところです。こんなにあるんやな。3倍ぐらいありますね。だからナスキーと、まあ、値段も3倍以上です。8倍ぐらいか。これを全部洗ってようやくですね。まだだから、まあ、部品も洗って拭いてるところです。チェックするのこれからです。すごい量やな。よくはこんな素晴らしさ絶対よくまわ。込めても多分無理やと思います。あの調整分かってなかった。まずダメでしょう。え、ダメでしょそれ。全部アウトです。全部アウト。新品やのに。新品で全部アウト。びっくりやな。いや、何が違うかすぐ分かるんで。ここなんかそうです。あの、こうやってもらったらいいです。何が悪いか分からんでしょ。はあ、こうグリグリグリってちょっと押さえてください。はい、はい、これは新しいやつです。おお、滑りが全然違うでしょ。おお、でもダメなんです。こんなこれでも別に悪くないはずです。普通にやったら。ああ、なるほど。でもこれと比べたら違うんですよ。ああ、ほんまや。全然話になる。全然違う。このベアリング全部話になる。これやっぱり持ってきてよかった。
まあ、これみんな知らんと使ってるってことでしょ。そうですね。すげえな、全部アウトとは。しょっちゅうですこれ。これだから全部一からやり替えますけど。珍しいですよね、全部アウトというのは。ああ、結構ハズレ引いた方ですか。で、ここにしても、こうなんかこう、レジの締め方とか、こんなもん全部細かくあるんで。ああ、締める力の強さとか、もう本当に、あの、何度回すってとこまでやるんで。へえ。全部アウト。見事にね。珍しい方ですか、全部アウトは。全部は珍しいかな。ってことは完全にハズレ引いたところですか。でもまあしょっちゅうこんなことやってるんで、これはひょっとしたらいけるんかもしれないですけど、もう違和感感じた時点で、うん、使わない方がいいです。うーん、なんかあるはずです。ステラってだからそういうとこでもうちょっとでもうんと思ったらもう変えんとダメなんですよ。へえ。妥協していい理由じゃないんで、絶対 100% の力を限りなく100を目指さんとあかんでいるんですよ。だからもう違和感、まあまあこのぐらいやったらいいかっていうのがステラは絶対ダメなんですよ。うーん、このぐらいでいいんやったらもう最初からステラなんか買わん方がいいです。ほう、そこまでこだわってことステラだと思うんで。なるほどね。違うこれぐらいやったらじゃあもう最初からステラ買う必要ないっていう、そういうことです。へえ。徹底的にだからステラとこだわらんとダメですよ、そのオーナーは。うーん、質に1年に1遍はオーバーホールせなあかんっていう。本当はそのぐらいやってほしいです。それそういうことなんですね。お金かかるようになってるんですよ、もうこういう高いディールって絶対に。へえ。それも仕方ないです、あのお金かかります、絶対に。ファミリーカーじゃなくてレクサスとかスポーツカーってやっぱりお金かかると一緒で、維持に。はいはいはい。これファミリーカーじゃないんです、ステラというのは。なるほどね。本当車とかで行ったレクサスとかそういうやつですよ、これ。へえ。ちょっとでも違和感感じたらもう一回バラしてってなのがステラですね。うん、組んでる途中に。そうです。このベアリングの交換でどれぐらいのあれが変わるものなんですか。うん、それは後で感じてください。どのぐらいかは分かんないです。空回しでもはっきり分かります。まあ、分からんかったら私のせいですかね。ここまで変えると言った以上。100% の能力知らずに釣りしてるところだったってことやな。ステラはやっぱり100目指してほしいですよね。100ってのは難しいかもしれないですけど、やっぱり90点欲しいです、ステラ。かかった時にやっぱり全然違うんですか。それはいろいろですね、感じ方人によって違うんで。でもな、みんなやっぱりステラステラって言うぐらいやろって、それだけのもんですよ。チャチーことを絶対しないと思います、ステラに。無理
その塗り方一つでもやっぱ気使いますからね。でこういうパーツ1個とかそうですよ。ちゃんと見ておいて、やっぱ仮組みともう一回組み立ててっていうの何回も繰り返しますからね、ステラは。へえ。やっぱり。ちょっと修理調子やけどってくるのはナスキーとか少ないですか？いや来ますよ。あ、そうなんですね。だからどうしますとは聞くんですよ。あ、新品買った方が早いで、安くつく場合はあるんだよね、そっちの方が。あ、さっきの僕のもそうですよね。うん、あれはもうだからもうオーバーホールだけやっときましたけど、もうそれ以上はやらん方がいいと思いますよ、あれは。精密機器って感じやな。こんにちは。絶対いっぺんに締めたらダメですからね。ああ、均等に均等に締めていって、こうやってね、で増し締め増し締め増し締めってやって締めすぎてもあかんって感じですね。そうですね。私も2回やりますからね、こっちを微調整しながら。もうその時点で回したら分かるんですね。まだここでは分からないです。ただスムーズに動いてるだけでちゃんと見とかんとあかんので、いっぱい乗ったって一緒なんでね。さっきのそのギアプラスチックじゃなかったですか？プラスチック、あのそういう部分があるってだけで、一応ギアは金属ですよ、ちゃんと。これと同じもんさっき気づいてるって言ってたじゃないですか、あのナスキー。ナスキーは気づいてますか？これはまた全然別、もう構造がギアの構造全く違います、これとナスキーは。ここのボディを締めるネジですらちゃんと変えんとダメなんですよ。締め方とか全部あるんでね、これ。まあ、一旦はまあこう普通に締めていきますけど、ここからです。で、こう軽くこう押さえながら、さらにここにもう一回こうやって確認するんです。今問題ないかなと思ったら締めていきます。そこで違和感感じたらまたバラすんですか？そうです。はあ、あかんわ。何があかんかったんですか？すいません、ちょっと補充ミスです。こいつをつけ忘れてる。
これね。あ、このパーツもいるんかなって今でも思ってるんだけどね。何のパーツ？でかいやつ。これはベール返しです。ベールのオートリターンなんていらんのですからね。こんないつまでもこんなもん使ってるし、いない。今も大体テレビな返すんで、いちいちハンドル回して返す人がいないですよ。初心者とかですね。やってんの、そんなことしてんの。半周したら勝手に戻る。ハンドル回したらね。あれが、それすごい、ね、いらないですよ。だからでかいモデルはついてないですからね、これ。あ、そうなんですね。ソルティガなんかもはもうついてないですね、全然。8000番とか。はい。鼻からここでついてないです。へえ。いらんって考えてるんで。何千番までついてないですか、それ。わかんないですけど、多分ソルティガは多分小さくても全部ついてないんちゃいます。今度はここです。ここ組み方間違ったらえらいことになるんで。こいつを先に入れて、こいつを後から入れます。この順番間違ったら反動もらうんで、ね、これ以外と知らんとやってる人多いんで、ね、順番が違ってもつくことはついてしまうってことですね。つくけどハンドルもなります。で、この順番を間違ってることに気づかんと、なんでハンドル重いんや重いんやってずっと悩んでる人いますね。うちはブログでそれは明かしましたけど、この順番でやらんとあかんねよって言って、だからまあそこ見てもらったら分かることなんですけどね。何でもなるんかっていう解説も全部つけたんで、よし、で頭乗せます。もう切り締めたらダメです。ちょっとずつ、ちょっとずつ締めて、で軽く回して、締めすぎは禁物ですね。絶対に締めすぎたらダメなんで。行き過ぎた。たまにこれも組み立てでも思いっきり力任せに締めたやつあるんでね。あ、新品でも。あります、あります。それやられると外すとき難儀しますからね。今カバーしたやつがなんか防水キャップの役割してそうですね。あそこ、まあまあ、ここにゴムが入ってるんで、ここに、ね、だから、まあ、下に水を行きにくくなってるんですけど、結局ここやってもこっちから水入るんで、 あんまり意味ないんですけどね。防水性がどうのこうのって書いてますけどね。防水性の気密性上げれば上げるほど、今度は何かの表紙に水入った時に出えへんという。そうです、そうです。あんまりこの防水性をめちゃくちゃ上げるのもどうかですね。絶対入らんってまで言うんやったらいいですけど、なんか染み込むとかやっぱあったらダメなんでね。
ピチピチって合わせとかんとね、ちゃんと入ってくれへんのね、やつだ、めんどくさいでしょ。いろんな種類のリールを、あと覚えるのが大変ですね、最初。最初だけですけどね。覚えるっつっても。じゃあ、まあ大体一回やったらなんとかなるんで、ただ調整できるのはやっぱり何台かこの3頭。元通り組めてもその調整っていうのはやっぱり10台ぐらいこなさんと、最低でも、うん、細かい微調整できないですよ、やっぱ最初うちちょっと苦労しましたけどね。でやっぱり、あ、ここ、あ、そうか、ここ、こんなんか、ここ、こんなんか、ここ、こんなんかで毎回勉強です、うん、でようやく このハンドルナス聞いて、左からネジ止めてるのじゃないですか。はい、そこあれはだからサンドイッチ式って言って、はい、もう安いリールにありがちな止め方なんですよ、ね、でいいやつはやっぱりこうギアにねじ込み式なんですよ、こうやってステアなんかはね、はい、高いやつはそうなんで、やっぱり何があっても面倒くさいんです、その方が、はい、サンドイッチの方が楽なんですよ、はい、でないとこっちやったらギアにネジ切ってとかやらなあかんので、はいはいはい、結局すごい手間もかかるし、あれですよね、ハンドル落としてまうリスクあるじゃないですか、あっちやったら、はい、これ絶対ないですもんね、回す方にしまるから。今どうですか、お、多分シャカシャカした感じ最初あったと思うんですけどね、それは消えてると思います。おお、すごいな、よう回る、こうフリーにしたときに最初回らなかったですか、ここまでは回らなかったです。あ、もうこうやってても最後、最後までくるっていくじゃないですか、はい、これがすごいなって、このハンドルの重みだけで勝手に降りるじゃないですか、ここ、はい、これ、はい、これがなかったです。だからそんなの調整ですから、細かく、はあ、ちゃんと調整やできてないですから、これハンドルの重みだけで降りていったのにはちょっとびっくりしましたね。でこうやったら分かるはず、ぬるぬるが増してるはずです、最初より。ゆっくり回してもらったんです、ぬるーっとした感じが出てくるんです、最初それがちょっと乏しかったんですよ。ああほんまや、おお、ぬぬってしてる、してるでしょ、それがなかったんです、あんまり。それがベアリングが原因ですか、多分この辺のベアリングでしょうね。はあ、こんなんが重なかかった時に変わってくるんですよね。まあ魚かかってっていうのはそこまでないかもしれないですけど、結局使用感ですよ。あ、使ってる時のもうしゃくったり巻いたりなんやかんやとか、はいはい、いろいろやってる。これってこんなもんですか、ベールの。ベールはそんなもんです。こんなもんですか、はい、あんまり硬いと今度やりにくいです。かかんの別にこんなとこやるわけじゃない、ここでかかってて、はあ、ラインはで、起きなかったらいいわけで、投げるときはこうでしょ、はい、ここで起きんかったら大丈夫です。いや、あのライン巻いたときね、はい、リサイクラーで巻いたらこれが勝手にこうやになってラン巻きになったんですよ、最初ドラグちょっとかけてやったら。そこまで柔らかくはないと思いますけどね、ちゃんとテンションもかかってるし、はい、あ、こんなもんですか、はい、まあ実調してへんだけに、まあ実際使ってみてください、一回、はい、うん、なんでやろ、こんな結構量出るって珍しいほんま外れ引いたな、もう明らかにもうなんかザラついてるんですね、ベアリングね、ほんまに外れ引いたな、びっくりするわ、すごいよな、これハンドル離したら落ちていくっていう、これ
それは調整がちゃんとできてる。これもすごい。だからしつこくこうギアを回したりしてたでしょ途中で、はい、それを全部見てるんですよ。だからそこで重いとかあったらまた一からやり直しですよ、はい、いやーすごいなこれほんまに。それが新品やからって言って、はい、いや使ってるうちに馴染んでくるからって話するんですけど、はい、だから、まあ、そうなんのかもしれないけど、うちはもうだからそれを作っちゃうんです最初から。あーちゃうわ。その状態で最初に作るんです。もうすげえ、そんなん次通するのに待ってられへんでしょすげえ、これはすごいわ。ありがとうございます、はい、あ僕これ YouTube やってるんですけど上げてもいけます？問題です。何か上げてる方いらっしゃる。あ、そうですか、はい、たまに顔映ってますけどいけます？まあマスクしてるから大丈夫でしょありがとうございます。でもうち来てる人間って大体知ってるしね皆さん顔まあ初めて見たことないって人もいるでしょうけど、多分そんなんだったら だいたいうち来た方あの人絶対見るんで、そんなんだったら。ああ。作業の様々にならんかったら動画のうちは構わないんで。はい。ほんま。すごいわ。絵も見えた。中身も全然初めて見たし。しかしすげえな。外れ。全部あかんて。全部あかんはすごいな。ちょっとないな、これはね。2、3、2つ、3つとかやったらあるんですけどね。ええ、全部ねんねしてんの。にゃん。ねんねしてんの。え、どんなやつもできる。ああ、ありがとうございます。大丈夫です。はい。なってます。ちょっとですね、もう終わってるんで。はい。そうですか。リオって言うんですか。別にいいけど。いやか。いや、かわいいなぁ。かわいいなぁと思って。昔買ってたんで。あ、だから、ステラが5500円、オーバーホール。で、はい、ナスキーがほぼ半額です。3000円です。はい。でもこれが差です。だから、もう手間が全然ちゃうでしょ。ああね、もう見てて見てて。5500円と3000円の差です。見ててわかりました。ね。で、8500、すみません、あとベアリングです、はい、800円のベアリングが3つと、で、700円と600円かと、12800円です。はい、でもナスキーはそれで行きましょう、もうもう行くとこまで行った方がいいです。もう3000円で済んだしね、言ったらもう部品変えたら、また5000、6000円行くでしょ。もう、そこまでお金かける理由じゃないです。はい、はい、あ、ただ、13000円か、はい、ナスキーには悪いけど、3000円ぐらいやったら直したらいいと思います、はい、でももうそれ超えてくるとやめた方がいいです、はいはいはい、絶対に。マグロあそこまで傷んでるというのを気づいてびっくりしました。だからまあ左ハンドにできたらやった方がいいのかな。あんだけ結構毛羽がだいぶできてたんで ねこう押さえるでしょ。だから、はいはい、こう当たってこっちのハンドルがこうあるでしょ、はい、ハンドルとこう当たってこっちがギアとしたら、はい、ギアのこの部分が柔らかいから、はいはいはい、でこう潰れちゃうんです。こうぐちゃっとこういうふうにで巻くとこう押さえるからね、はいはいはい、だから大きな魚かかって余計ですよこれ。ああ、もうゴリ巻きし、ゴリ巻きして1分20秒ぐらいで上げてあったんで76センチのかかった時とドラグを使うか。なんかね、主導権握られるの嫌なんで、もうクソ締めて、おりゃーってやるのが好きなんで、ステラやったらいけますよね。いや、でもステラでもね、やっぱり強い力かかったらダメですよ。ああ、そうですか、うん。マグロとかやってる人おるけど、マグロなんかで1回かけたらアウトです。ああ、そうですか。ギア全部取ります。ドラグやっぱり出したらんと。出しても、マグロは、やっぱある程度、にかけてドラグは締めるんで、はい、ギアいかれますね。ああ、そうなんですね。あ、それなりのやっぱり1万4000とかそれですらやっぱりギアいかれること多いです。そうなんですか。1万4000とか1万8000とか2万とか使ってても、はあ、このギアはしゃあないです。もうスピニングはもともと弱いんで、そんな巻き強くないんで。このステラで1メーターのブリ来たらどうなりますかね。ブリぐらいでいけるでしょ。あ、いけます。あんまりゴリ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 やると怖いですよ、やっぱ。
ある程度やっぱりドラッグ使ってやった方がいいですね。たまにだからシーラとかやってる人もおるけど、それで。わかりました。ありがとうございます。まあスピニングはそこまで丈夫なもんじゃないです、ギア。両軸はいいですけど。はいはい。まあそれで行ってください。はい。はい、ありがとうございます。はい。アンオフなんて全然いけると思うんで。はい。はい。まあまたおかしなと思うけど。はい。ベアリングしておきますよ、これ。あ、はい。はい。いやー、おもろいな。全部外れ、全部あかんかったって。触ったら全部シャカシャカしてる。だから触ってもわかるでしょ、やっぱり。はい。あれは。ああいう差があるんですよ。はっきりわかりましたね。ね、だからそれでわかるということはダメなんです、うん、結局。はい。わからん、やったらいいんですけど。なんか、ぬ、引っかかるような。そうっていうのとシャカシャカシャカの差なんですよ。で、言ったらもうナスキーやったらアナベアリングを使っといたらいいんですよ。ステラはダメなんですだから。ナスキーとかストライクってあのベアリング使いますから、まるでこのままいったらって言うんですよ。だからステラは妥協絶対しちゃダメなんで、はい、だから変えるんですよ。ありがとうございました。はい、すいません、ありがとうございます。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。少しでもこの動画がいいと思っていただけた方は、いいねボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしています。いいねボタンとコメント欄の間に概要欄があって、そこに過去動画とかまとめてますので、時間の時見てください。バイバイ。